さあ今回はですね、黒木がですね無事にニュースデビューも終わりまして、これからまだまだ、はい、女子アナ力を向上していかなきゃいけないということですね、はい、あるところにロケに行ってくれました。どうだった、手応えは。手応え、いやまあでも満喫しました。満喫、おかしいねその満喫って。よくないパターン。そうですね。そう、山本アナウンサー、私のデビュー当時と思うんですか。山本タイプか、やばいなこれ。でもまあまあ本人は手応えあったみたいなんで、ちょっとその V を見てみましょうか。はい、はい、どうも黒木です。初淡路島上陸です。ご覧ください、後ろには瀬戸内海が見えています。もうね今日すごい天気いいんですよ。とにかく暑いです。あとねここに来る途中にあの車に乗ってたんですけど、こう緑とあと海の青と空の青とも自然がとっても豊かでいいところですね淡路島。私がやってきたのは兵庫県南淡路市。ここである絶品グルメを探しにやってきたんですが、その前に南淡路といってたら、うん、あれを見に行かないとダメですよね。あれ？あれとは鳴門の渦潮。はい、港からおよそ3分。おお、これ、あ、ぐるぐるしてる、ぐるぐるしてる、渦潮ができてますよ。初めて見た。すごい、本当にぐるぐるしてますね。洗濯機みたい。続いてやってきたのは道の駅渦潮。見てください、なんかすごい行列ができてますよ。何があるんだろう。すごく出てる。行列の先にあったものとは、じゃじゃん、オープン。わあ、分厚い。ほら見てください、かなり分厚いですよ。もうバンズもこんなにふわふわで、なかなかしないオープンの仕方だよ。変わらないね。バーガーで。おそっち向き。そうそう、逆に牛肉と玉ねぎがぎっしり。皆さんのお目当てはこちらの淡路島オニオンビーフバーガー。道の駅グルメナンバーワンを決めるイベント道ワングランプリに出店するそうなんです。お店の方に大会への意気込みを聞いてみました。このバーガーの売りは何ですか。売りはやっぱりあの淡路島の食材、玉ねぎを有名にしたいということで、はい、食材をたくさん使っているのでそれが売りですね。どうですか、こう1位になる自信とか。そうですね、まあ、自信はあります。ありますではいただきます。あ、豪快に行ったのはいいね。そうなんです、かぶりつきました。うん、喋れない。結構時間かかってんね。あ、そう、玉ねぎが出てきてんだねこれ。玉ねぎが出てくる。玉ねぎが重いのか。なんか乾燥までがロングすぎるよちょっと、うん、大量の玉ねぎが今出てきました。もうほらこんなに甘辛の玉ねぎとシャキシャキの玉ねぎとこの牛のこってり感が絶妙にマッチして、もう最高のハーモニーを醸し出しています。っていうかやっぱりこう重複してる言葉が多いよな。あ、はい、うん、端的にもっと分かりやすく伝える。そうやって文章一文が長いと編集点がないから、はい、あ、道ワングランプリは来週末24日25日に開催します。お楽しみに。